面白い。いや、多分ゲンタプロの初出演で気持ちは吐き引き上がってるコメントが。プロ雀士が集う隠れ家麻雀遊戯バーへようこそ。竹内玄太プロをお迎えしての麻雀遊戯バー、時間が経つごとにマリチューさんの目が赤くなっていきます。どんどん良くなってきてる、なってきてるよ。さあ、ということで本日のお品書きは竹内玄太の強みとはということで、はい、先ほどですね、はい、竹内玄太プロもしね M リーガーに本気なれなかったら、もう最高位を3連覇すればいいだけというぐらい、自信を持っておられました。その竹内玄太君の強みを聞きたい。いや、その時は自信あったんですよ。はい、今はないですよ。強みは体力あるとか。なるほどなるほど。朝を早く起きるのが早いとか。そうね、私生活朝強いんだ。朝強いですね。目覚ましかけなくても、毎日7時ぐらいに起きるっていう。寝るの早いです。まあ、飲み行った時とかはそうですけど、そうじゃない時は12時ぐらいで寝ちゃいますね。でも M リーグ始まったら結構ね、遅めだ。いや、それがね、不安ですね。もうまず一番不安ですよ。そういうのも含めて、もう全然自信ないですね、今ね。あ、じゃあ先発でいいね。最初はそうですね。できれば、ね、慣れるまでは。はい。だって、でも終わったら寝てればいいんだもんね。多分、徐々に夜型になるんでしょうけど、まあね、ちょっと最近では無理なんで。だって M リーグ終わって家帰ったら確か11時12時全然過ぎますよね。ね、でそこからまあ振り返りとか検討とかもしやられたら、はい、絶対寝るのって朝方じゃないですか。きつい。うわ、昼から勝つのまあきついっすよね。確かに坂上フェニックス2戦目戦ってて控え室として源田さん寝てたの笑っちゃいますもん。まああるかもしれないです。寝てる子の人って思いますよ。幸せですよね、1戦目でトップ取って、はい、あのお弁当食べてお腹いっぱいになって2000円寝てたら幸せですよ、ね、子供じゃない。でも麻雀プロやってたらそんな早く寝ることないんじゃない、ずっと。いや、そんなことない。そうですね、若い時はあれでしょ、さすがに若い時は遅かったですね、だけど今はもうなんかおじいちゃんみたいな生活維持になってきました。徹夜はしないみたいな。徹夜は絶対しないですね、やっぱその方が調子いいってことですね。あ、調子いいですね、うん、強みないですね、今ね。悲しいことに体の強さ、健康さに取り入れたあと健康があるのか。健康それは運動もしてるの。運動してますね。それはジムからやったりとか。いや、しちゃうんです。山登り行ったり散歩したりするのが好きなんですよね。あ、山登りなんかね、趣味というか、まあ、あ、そうそうそう、あの大自然の力を借りるんですよ。例えばこう日々都会にいるとやっぱり人を騙す騙されるとか、はい、まあ、やっぱいろんな悪の心がこう染みついちゃったりするわけですよ。思ったよりアウトレイジな世界に生きてましたね。いやいや、まあ、そうしても中にいるじゃないですか、ね。まあ、確かにね、そうですね、100% 全員がいい人とは限らない。 SNS とか、はい、アメバ TV のコメント欄にもそういうもので溢れてたりするわけで、負のオーラが。そう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 、それを山に登りに行って、はい、あのチュン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 っていう、こう小鳥のさえずりを聞いていくと全部飛んでくる。なるほど、浄化されるんですね。なんで、はい、月に1回か2回ぐらい行きますね。あ、そうなんですね。そんなに来てるんですね。結構な頻度。どこら辺の山に行かれるんですか。僕はもう高尾山が多いですけど、うん、高尾山か奥多摩の方の、うん、山か、はい、いいですね、奥多摩とか、はい、確かにそれ月に行くって結構すごいですね。すごいですね。それはなんか知り合いと行ったり。あ、そうですね、なんかあの適当に後輩に連絡して行ったり、まあ、同じマージャンプロの仲間と行ったりみたいな感じです。一人では行かない。一人では行かないですね。あ、一人で行くこともあるんですけど、一人で行くときは温泉メインだったりしますけど。ああ、うん、一人になりたくてもう無理になるみたいな感じ。あ、そうです。なんかあのお風呂入って、あの外気浴して、あの休憩所でゆっくりちょっと寝てみたいな、まあ、そういう一日を過ごしたいときは一人で行ったりもします、ね。あ、へえ。後輩も、いや、それはいやいや言ってるわけじゃない。後輩は嫌なのか、嫌なのかも分かんないですけど、また付き合わされたみたいな。だから、マージャンプロって運動嫌いな人多いじゃん。いや、そうなんですよ。ね、はい、僕、村上さんを多分何十回か誘ってるんですけど、うん、絶対来ないですね。そんな危ないとこ行けないよって言って来てくれない。危ない横ありそう。いや、高尾山で危ない人いないですけどねって言うんですけど。そう、確かに、はい、まあ、ほぼね、観光地といいますか、登りやすいですからね、高尾山は。
でもやっぱ山登りって結構体力使うから、うん、初めて行ってフラッと登れるかさ、登れないんですよね。あ、そうかもしれないですよね。この前大輔さんかなんかはあの猿川さんとかと行って、うん、結構早めに断念したみたいなポスト見たんですけど、年齢の方で山登りしたっていうポストありましたね。で、あれ見てて、その日僕家でゴロゴロしてて、はい、楽しそうで本当に行こうかなって思いました。勝手に勝手に勝手に急に合流してどうもっつってでなんかそういう体力的な自信はあるって話だったんですけど、はい、メンタル面とかどうなんですか？メンタル面の自信はないですね。メンタルはそんな強くない。叩かないでほしいんで。あ、でも叩かれても大丈夫ですけど、そういうのは大丈夫、そういうのは大丈夫ですね。ちょっと自分がミスしたりすると、あ、なんてことしてしまったんだっていうのをこう引きずっちゃったりするので、あ、じゃあなんか誰かに何か言われてっていうか、自分でそのミスとかを結構引きずっちゃったりってことですか？そうそう、そうです、そうです。チーム戦だとより感じちゃう可能性はありますよね、自分のことだけでも。そうなんですよ、僕やったことないですよね、チーム戦ってね。だからどうなるか分かんないですけどね、うん、でも基本的にはまあ負けても出す監督が悪いだろうっていう人のせいにする感じでいけば、なんかいいメンタル出てるんじゃないかなとか思ってるんですけど、いやでも期待して送り出すからね。そうですよね、その期待には応えたいじゃん。応えたいですよね。お前が悪いとは言えないですよね。言えないですけどね。確かに開幕戦もしじゃあ竹内玄太さん行ってくださいって言われて行って、はい、負けて監督のせいでさすがにできないですね。まあでも、いや、どうなっちゃうんですかね、想像できないですよね。チーム戦って本当わかんないですよね。僕ね、あの個人の時は負けてもあんま気にならないですよ、マージャンで負けても、はい、だけどチーム戦だと気になっちゃうかもしれないですね。あ、確かにそうですよね、はい、そのせいでって思っちゃうの辛いですよね。そうです、緊張しすぎて、あの最初勝敗とかしないように。そうですね、なんかね、あのスタジオでは結構慣れてるつもりなんで、はい、大丈夫だと思ってるんですけど、実際そうだったらわかんないですよね。ありますからね、はい、あんまり対局は緊張しない方、あ、そんなにしないですね、うん、ちょっと緊張してるぐらいの方がいい結果出てる気がします、うん、どっちかというと全然あの集中できなくて、なんかあくびが出ちゃうみたいなことが多いんで、進めててください。ついに出ます。そうですね、大変かもしれませんよ、アイドルの方の吐く声が聞こえます、ね、もしかしたら相当我慢したのかもしれない。相当我慢してましたよね、今、はい、その場はまだ別に本当のお客様にここで入ってきてもないですよね。初ですね、初ですよ。ほら、竹内さんに何聞いてるか忘れたじゃないですか。そう、あのスタジオに慣れてるけど何かね、あ、そう違うかもしれない。そうですね、分かんないですよね、もうやってみないと本当分かんないですね。結構やっぱり始まってみたら、はい、あれじゃないですか、甲子園にも魔物がいるとか、まあ、よく言いますけど、ええ、何が起きるか分かんないですよ、ね、なんかだから中林さんとかが最初の座った瞬間すごい緊張したみたいな話してて、じゃあ緊張するのかもなって思いましたね。慣れてそうな人でも緊張するってことは、うん、それは座ってみないよ、わかんない、そうですね、わかんないからね。その空気感味わってみるとわかんないですね。始まっちゃうとね、まあ、かそうかですね、こうなるから、いいね。最初はね、なんか入場とか、つまずいちゃまずいなとか、そうですね。そっちの緊張じゃないから、どっちかっていうのはあるかもしれないです。いや、そこに静かなんですよ。Mリーグのスタジオってすごい静かで、広いんですよ。で、なんか、もうすごい広いところに卓がポツンって置かれてるんですけど、なんか普段のスタジオと違うんですね、やっぱね、慣れないですね、あれね。まあそこまでなんか集中できる麻雀打つ環境というのはあんまないですよね。ないですよね。雀荘ってのはやっぱ他の卓あるし、うん、広いところに卓が一個だけポツンと置いてある環境は、まあ、最強戦とかはそれに近いかもしれないですけど、初戦トップ取って一発目のトップ取った後のインタビューで、はい、チームのポーズ取るとかそういうのも緊張するかもしれないですよ。ああ、あれ継続？確かにポーズ、いや、これね、変わるっぽいんですけど、うん、今なんか考えてくれてるみたいですね。あ、そうなの。じゃあまだ決まって、何回で決まってない。一回決まりそうだったんだけど、やっぱそれじゃなくなってみたいな。だから今本当に決まってないですもんね。2年3年、ね、そうですそうです。直前までじゃあ。はい。うん、まだ分からないですね、どういう風になるのか。ただ、はい、9月10日にファンミーティングが、まあこれもう放送されてて決まってるかもしれないですけど、はい、あるんですけど、その時に。お披露目らしいんで、それまでには決まってるはずです。なるほど、なるほど。でもこの
バーが公開されている時には決まってますね。決まってる可能性ありますね、はい。マージャン遊戯王出た、全部出た大丈夫です。すみません。さすがに叩かれそう。初めての炎上かもしれない。ミニターバルの時で書きなさい。本当ですよ。マリちゃん大丈夫ですよ。多分この2本目のやつはずっとマリちゃんさんの顔色が悪いのみんな分かってましたから。分かって見てましたから。言ってください。いや、多分ゲンタプロの初出演で気持ちは吐きに行きやがって。だから竹内さんに言いたいのはやっぱ何が起こるかわからないっていうことですね。そうですね、はい、分かんないですよね、はい、だから、うん、急初めての遊戯王の収録で急にマリシャさんがいなくなるっていうこともあるわけです、はい、初めてです本当に本当に初めてです初めてです、しょっちゅうあっても面白いですよ。やだよすいません、大丈夫。でもやっぱ一回負けた方が吹っ切れる可能性もあるじゃないですか。一回なんか M リーグラストとかも吹っ切れて、はい、次から普通にいける、最初トップの方が普通にいけそうじゃないですか。あ、いけそうですか。なんか、はい、イーペン君はごめんなさい、個人的にイーペン君は初めて M リーグに入られたっていう方で幸先よくトップ取りましたよっていう方をあんま、いない、最近記憶にないという。丸山さんとかさんが最初トップでした。そうですね、丸山さん本当に劇的なトップでしたね、うん、でもやっぱり今調子のいい方でも最初はやっぱちょっと飲まれてる感じがある。そうなんですよね、2年目からですよ、みんな初年度負けますからね、うん、その洗礼を受けないようにやっぱひょうひょうと打ってほしいな。受けるんじゃないですかね。受けるんだ、はい、だからね、僕結構いろんなところで目標はって言われるんですけど、はい、いつもね、プラス50ぐらいですかねって言うんですよね。なるほど、控えめに、まあ、それぐらい初年度でできれば上出来かなって思ってですよね。そうか、まあ、大体1年20試合ぐらい、はい、20ちょいか、20ちょいで、うん、まあ、それぐらい勝てれば、うん、最初これぐらいみんなこのペースで打とうとかっていうのもまだこれからはい、なんか連投をしたいとかそういうのもね、じゃあ無理ですよそう、あの後半きついですよ。最初のうちはもう連投したらもう多分あのつぼまんですよって言われてしまう可能性ありますよね眠いし集中も切れるし、いやそうですね、本当に何でもでもなんかなんとか前半でいければ嬉しいなって感じですだって最高戦リーグ戦とかすごい時間かかる、それに比べれば、うん、確かにそうですけど、うん、終わる時間があれだって23時超えることあるじゃないですか。そっか、最高戦リーグ戦が遅くても、うん、やっぱ9時か10時に終わるんで12時からですけど、うん、時間じゃないんだ、その時間帯なんだ、うん、あ、そう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 、だからそれが、うん、なんかそう夜の10時超えて麻雀してることないんで、それがもう不安なんでね、だからじゃあ、あれだ、2戦目出てきたとき、長引いたら、あれだ、やばいっす。やばいっすね。そこが狙い目だ。そうです。相手チームからすね。いや、それがだから、1戦目がすごい長引いた試合とかになってさ、ね、で、2試合目がさ、10時からスタートとかだったら、もうやばいよね。やばいっすね。しかも僕ね、お弁当食べちゃうんで、余計眠くなるんですよね。無理なんですよね。もう、絶対食べちゃうんですよ。食欲に、すごいっすね。ちゃんと三大欲求を満たしにいきますね。あ、そうそうそう、食欲もね、うまいだろうし、全然。いや、そうそう、そうなんですよね、またね、そう、楽しみなんですよ、うん、解説とかで行くときも、いつもすごい楽しみに、試合なくてもね、そうです、今回からはね、試合なくても行くわけじゃない、試合なくても、弁当楽しみに、お弁当食べに行って、わ、めっちゃいい、はい、そうね、自分の試合がなければお弁当食べて寝ててもいいですもんね。そうそう、ゴロゴロしながら麻雀見るっていう最高の、最高の過ごし方でいいですお酒だけ飲めないだけにね。あ、そうそう、お酒飲めないですよ、多分ね。それはさすがに。そうですね、感染ってわけじゃない。それはさすがに炎上するからね。それは別に自分の試合じゃない日、絶対控えていかなきゃいけないとかではないんですよ。うちはそんな、そういう決まりはないと思いますね。じゃあ、初年度は直接行こうかなって言うんですか。あ、行きます、行きます。もう、M リーグの空気に、もうとにかく慣れたいんで。最初のうちは全部いきますね、まあ、基本全部開けてるんでしょ、あ、基本全部開けてます、どこ出るか分かんないんで、はい、そうだね、いろんな時代もある、そうですね、うん、で強みがない、
普通になるのかなあったっけな最近全然勝ってないんですよ、マージャン。そうなんですか。でもね、僕ね、気づいちゃったんですけど、はい、いつもこの時期そうなんですよね。なるほど、やっぱりバイオリズムというかあるんですね、そういう周期、はい、夏弱いってこと。なんか夏勝ってないしね。勝ってないんだ、うん、いつが一番強いんですか、これ自分的には。秋からですね。じゃあ、そう、Mリーグなんかちょうどいいじゃないですか。はい、だって、最高位取ってその後、いつも負けて、うん、だって、あの最強戦とかも出させていただいて、もうすぐ負けちゃうんで、てか2回出て1回しか上がってないんで、僕最強戦1回のチャンスなのに、はい、2回出て1回しか上がってないんです。じゃあもう2年で1回しか上がってないんですか。マジっすか。でも両方結構惜しかったですよね、うん、なんかちょっと、うん、そうそう、1回しか上がってないですよね。なるほど。っていうぐらいのこう、はい、状態なんですよ、うん、多分。でも M リーグ的に、M リーグのシーズン的には有利ですよね。結果だけの話ですけどね、最高位決定戦でその勝ってるっていうだけの話ですけど、ね、限定して限定して、そうそうそう。だから今調子悪いところで多分そろそろそこを打つんで、うん、あとはこう、おパチンコのグラフみたいです。そう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 、調子のいい時に合わせていく。そうですね、だといいんですけど、うん、勝手にそう思い込んでます。じゃあ1回出ないとね、開幕から。そうですよ、うん、しかも1戦目ね。1戦目がいいですね、最初は。これ浅井さんが逆に2戦目がいいとかって言ってくれたら結構チームのバランスいいですけどね。そうですね、まだ開幕さんと大悟さんも、まあ、大悟さんまだ2年目かもしれないですけど、うん、なんかどっちもいけそうな感じですよね。そうですね、準備しつつ譲ってくれそうな感じもありますもんね。まあ、船木でも夜型なんでね、うん、なるほど。ああ、じゃあ、ぴったりです。朝弱いって、あれは。じゃあ、バランス取れてますね。そうですね。二人とも冷凍には向かなさそうですけど、バランス取ってますね。まあ、そうですね。はい、うん、じゃあ、まあ、秋からが強みって感じ。そうですね。うん、でも、いろいろ来ましたけど、でも、源太さんの強みは、なんか自由さな気がしますね。ああ、はい。うん、あ、それ、麻雀もそうかもしれないですね。うん、僕ね、あの、人の、言うことを聞かない。自由ですね。はい。言うことも聞かないし。はい。麻雀の師匠が石橋さんなんですよ。あ、そうなんですか。でも、まあ、麻雀の話はほとんどしたことないですけど。はい。何で師匠なんですか。一応師匠って言ってるんですよ。はい。うん。石橋さんに麻雀の考え方の話を教わって、源太は俺に質問してくるけど、自分なりの答えを出してから、聞いてきなさいって言われたんですね、昔。お、はい、でそれが結構しっくりきて、うん、自分でだから全部考えるようにしてるんですよね。なるほど、なるほど。だから人にアドバイスが受けてもそれを 100% 鵜呑みにはしない。それがなんでそうなのかっていうのを自分で考えてからしか取り入れない。なるほど、なるほど。はい、だからしようって言ってました。他にも技の話はあんましたことないですね、うん、でも考え方をしっかり教えてくれた。あ、そうそうです。尊敬してる。してます。いやー、 M リーグで一緒に戦ってる姿見たかったですね。でそう、僕、まあ、誰と一番同じチームやりたいしたら石橋先輩ですから。へえ、はい、らしいじゃないですか。なんか一緒だと向こう勝ちそうな気がします。あ、なるほど。やりやすいと思うんで。ああ、なるほど、はい、石橋さんは結構源太さんを読み切ってる感じがあるんですね。そうですね、まあなんかチームメイトとしてその言いやすいし、僕に対してすごい言いやすいし、うん、結果出るんじゃないかなと思いますけど。いやちょっと見たいですね、うん、はい、そうですね、急いで早く帰ってきてほしいですね。新チーム作ろうとしている方はぜひそれ参考にしていただけたら嬉しいです。村上さんも含めて。そうですね。あ、それがもうめちゃくちゃ安いじゃないですか、うん、みんな、うん、はい、ね、復活組はね。確かに復活組のチーム面白いね。面白いですね。面白いですね。それ面白いですね。面白いですよね。人気者揃ってるからね。確かに、うん、最近携帯でも抽選受けられますよね。はあ、あれも面白いですよ。ピッてやつね、はい、スマホで。はい、そうです、ね、あれもね、行かないけどたまにあります。大変ですね。抽選だけ受けるやついる。抽選したい。抽選したい人なんですね。あれ面白いですよ。